はい、速稼塾の久保でございます。暗号通貨のまず個人的なね情報からですけども、カルダナエーダのステーキング報酬丸2ヶ月経って3562入ってますんで、まあ、大体今の価格でいうと70万円ぐらいが振り込み報酬ということになりますかね。結構大きいですね。2ヶ月、まあ、じっとしておくだけで70万でしょ。で、私6ヶ月稼働してなかったんで、そう考えたら70万 ×3、200万円ぐらいは逸失利益としてあるわけですよね。まあ、振り返ってもしょうがないんで、これからの利益に期待していこうかと思いますけども、ここでね、ちょっとチャールズ・ホスキンソンさんが言われた言葉に私ね、そうだな、確かになっていうところがあったんで、2つ紹介したいと思います。まず1つはですね、一語一句正確ではないと思いますけども、まあ、儲からないものにはやっぱりね、興味がないよねってことをずいぶん前に言われてたと思うんですよ。確かに、私も投資家の一人としてね、カルダナエーダ儲かりそうだから参加しているところがあります。これが一つ。もう一つ相反することなんですけども、値上がりするからいい通貨、値下がりするから悪い通貨っていうふうな基準でいるんだったら、まあやめた方がいいよ、そういう通貨を探した方がいいよっていうふうなことを言われていまして、カルダナエーダに関しまして私はね、その理念がすごいなと思うことをいつも思い出すことにしてるんですよ。それは30億人のお財布も身分証明もない方のために、このカルダノっていうのを使っていくんだってことでね、アフリカを中心にまあいろいろと活動してくださってるわけなんですけども、ここはね、本当にずっと思ってたことなんですけども、投資ってお金のある人のカテゴリーだったはずなんですけども、お金がない人のために作られた初めてのねカテゴリーであり、暗号通貨って概念じゃなかったかなと思うんですよ。カルダナエーダってのが、そういう意味でも私はこのカルダのプロジェクトに参加していることを非常に誇りに思います。で、他にもね、恵まれない人たちのために役立ちたいっていう暗号通貨とかあったと思いますけども、消えてますからね、やっぱりね。結局はお金持ちからお金を吸い上げて、なけなしのお金しかない人からさらに吸い上げてっていうものによって、一部の人がものすごくね潤っていくのがこの暗号通貨の世界だなと思います。そう考えてみると、その暗号通貨の世界って結局はずるい人ばっかりでできてるなと思うんですよ。その中の一条の光が私は体の絵だと思っております。ですんでね、自分のステーキング報酬いただいてるの以上に、こういったプロジェクトに参加させていただいてることに非常に感謝を感じてるんで、これからもねしっかりと放送して体の絵だの素晴らしさを広げていきたいと思います。さあ、それでは一般の暗号通貨について話を戻していきます。ビットコイン420万ということで、前回ですけどもね、 Google の方が広告方針を変えたよってことなんで、多分ね、暗号通貨系の広告とか結構これからも派手に出てくると思うんですよ。で、これがね、何がいいかっていうと、暗号通貨を知らせることになるんですよね。そして随分前からブロックチェーンとかビットコインとかイーサリアムって知ってる人はいたけども、いまいち踏み出せなかった人がもういつものように見るようになってきたよねっていう風な広告効果によってね、財閥効果によって暗号通貨に親近感を持って、そろそろやってみるかっていう流れが起きそうなんですよね。これはもう本当に露出が増えれば、それの分だけ購入頻度が増えるっていうね、そういう風な広告の原則がありますので、それに乗っかってですね、ビットコイン、インサリアムも値を戻してくるんではないかなと思います。で、リップルも100円を割った時があって、ちょっとね、どうなるのかなとドギマギしたんですけども、現在114円ということで、元通り200円の方向には戻っていくんではないかなと思いますけども、まあ、いつになるかはこれはね、分からないですよね。それからまだ下げ要因も結構ありますんでね、リップルに関しましては。まあ元通りね、まあ200円とかになっていくんでしょうかってところですよね。これはちょっと分かんないですね。リップルも初期出てきた情報とかプロジェクトからだいぶ変わりましたんでね、これからはリップルっていうのは、他のコインに取って代わられるのか、それともリップルで居続けるのかってところが大きなポイントになるんじゃないかなと思います。まあ、なんせね、トップ3を譲らなかったリップルが今トップ3に入れなくなっちゃってますからね。代わりに入ってきたのがバイナンスコインですとか、ドージコインとかですよね。だから、ドージコインを早めに目をつけてエントリーしていた方は結構今いい思いしてるんじゃないかなと思います。もう私はね、最初から最後までカルダナエーダで行こうと思いますけど。で、イーサリアムが30万円超えたのも、やっぱり Google の広告の効果だと思いますので、このね、効果はね、まだまだ波及的にこれから威力を発揮すると思いますので、まあ、ちょっとね、5月、中旬から下旬にかけてものすごく肝を冷やしたところはあると思いますけども、これからまた元通り上昇トレンドに乗っていくんではなかろうかと私は思っております。皆さんの見解はいかがでしょうか。それでは本日は以上です。